どうも、なっちょです。今日もちょっと、パチャママの商品を紹介させてもらおうかなと思ってます。もう最近は朝晩ちょっと冷えたりしたとしても日中天気が良かったらもう結構暑いぐらいの陽気になってきて、今からだんだん、暑くなっていくんかなっていう感じですね。もう冬物もしまって衣替えっていう感じの季節に、なってきたと思うんですけど、僕がいつも中南米から仕入れてくるものっていうのはアルパカの商品だったり、ふわふわポカポカの、グッズが多いんですけど、今日は、ちょっと T シャツを紹介しようかなと思ってます。今回紹介する T シャツは、ほとんどがエクアドルで仕入れてきたものです。僕が一番大事にしてるのは生地なんですけど、 T シャツとしてしっかりしてるかどうかっていうのと、あとは日本人の人でも好きそうな、いろんな服装に合いそうな、合わせやすい色、あとはデザインを一番気をつけて、仕入れてきています。ここの2つは見たら分かるんですけど、プロレスですよね、ルチャリブレっていうんですけど、これはメキシコのT シャツで、ちょっと違うんですけど、あとは、こっち側にあるのと、あとこっちにもちょっと置いてるので、今からちょろっとだけデザインを見せようかなと思います。T シャツはそんな大量にあるわけじゃないんで、全部でざっと25、6枚って感じなんですけど、こういうものですね。もう日本にはない独特のデザインですけど、エクアドルなんでアマゾンもかかったりしてるんで、アマソーナスって書いてますけども、それとか、これなんかは、エクアドルって書いてますけども、多分インカ帝国のデザインですね。あとこれはさっきのやつの色違い、エンジ色です。あとエクアドルってガラパゴスがあるんで、動物、トカゲみたいな、オオトカゲっていうんでしょうか、ガラパゴスのデザインですね。プレコロンビーノって書いてますけど、プレコロンビーノだから多分コロンブスの支配前の、帝国があった、だからインカ帝国の、デザインだと思いますね。こういうもの、さっきの色違い、あとはちょっと派手な感じですけど、これロスアンデスって書いてますね。アンデス山脈があって、でこれは、なんだろうな、コンドルかな、アギーラじゃないですね、コンドルですね。これは6000メーター級の山がいっぱいあるんで、それの有名な、山の、名前が書いてありますね。これもロスアンデスって書いてます。カジャンベコトパクシーとかって書いてるんで、これも山の名前ですね。これも、インカ帝国のデザインだと思います。可愛いですよね、こういうやつは、ね、もう日本にちょっとないデザインなんで、可愛いですね。さっき見せたのは S サイズとか M サイズとかちょっとちっちゃめのやつで、こっちが、L サイズになります。ガラパゴスですね、さっきのやつの色違い、これもさっきのやつの色違いで、L サイズですね。アマソニアエクアドルって書いてるんで、多分アマゾンのなんかの動物のデザインですね。これもアマソニアのデザインですね。可愛いですね。お猿さんがいっぱい乗ってる。これもアマソーナスって書いてます。ロスアンデス。ロスアンデス。色違いですね。これ。これメキシコで買ってきてます。これは L サイズかな。メキシコのやつは2枚しかないんで、このマスクがたくさんデザインされた T シャツを。ルチャリブレって書いてます。これと、あとこれですね。多分これ有名なルチャドールだと思うんですけど、後ろにはこういうデザインが入ってます。これは多分サイズ的には M サイズぐらいだと思います。メキシコの T シャツはもうこの2枚だけです。はい、ということで今回はT シャツを紹介させていただきました。この動画の概要欄の方にパチャママのオンラインショップ、URL を、貼ってますので、そこから、覗きに行って、チェックしてみてください。T シャツの他にもちょっとずつ掲載商品を増やしていってますので、そちらの方もいろいろ見ていってもらえたらなと思います。では今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。